ルミニズムは1850年代から1870年代のアメリカ絵画の様式で光や大気の微妙なニュアンスを意識して描いた風景画で近くを明確に描き遠くを不明瞭かつ沈んだサイドで描く空気遠近法や筆触を残さない滑らかな光の効果を利用した画法によって特徴付けられその作品は概して動きのない静かな情景であり 水平線が強調され、滑らかな光に包まれていることが多い。ルミニズムは、光の効果を強調するという点では、印象派と共通している。しかし、ルミニズムは、対象を詳細に描くが筆色を残さない手法を取るが、印象派では、対象の詳細の欠如と筆跡を重視することを特徴としている点で、二つのスタイルは著しく異なっている。 ルミニズムは印象派に先行しており、ルミニズムのスタイルで描いた画家は印象派の影響を受けないようにした。ルミニズムという用語は、ハドソン・リバー派の派生として生まれた19世紀のアメリカ絵画のスタイルを記述するために、後にホイットニー美術館の館長も務めたジョン・バウアーが1954年の著述で用いたことに始まるとされる。しかし、20世紀になって、 ルミニストと名付けられた画家たちは自らこの名称を用たことはなく、またハドソン・リバー派の指針以外の共通な画法哲学を述べることもなかった。また、多くの美術師屋は、ルミニズムという用語を問題視している。ジェイ・グレース・ウィーニーは、美術師の用語として、ルミニズムの起源は、冷戦時代のエディートコレクター、著名なアートディーラー、有力な学芸員、 美術史やなどによる国家のアイデンティティ構築の利害と密接に絡んでいた。と主張している。このスウィーニー仕事を受けてアラン・ワラックは歴史的現象としてのルミニズムの再高を呼びかけている。なお、ルミニズムは講義には光と影のコントラストや光の効果を強調する画法を指している。ありがとうございます。